いやー、やっぱ毎回一人で回していくのは限界があるな。どう面白くしようかな。まあいいや、頑張ろう。もう回してる？頑張ってます。もう分かってきたじゃないの。はい、というわけで始めていきたいと思います。どうも、サムライティングをご覧の皆さん、こんにちは。本日はですね、池袋に来てるんですけれども、本日はい、こちらでございます。屋台博多劇場というところで何をするのかと、大食いとかね、早食い、勘のいい方はお分かりだと思うんですけれども、サムライティング今回ガチのファイトをします。で、内容なんですけれども、100個餃子というのがね、こちらのね、お店さんにチャレンジ向けなんですよ。で、各店舗でやってるんですよね。本日は池袋店さんお邪魔になるんですけれども、100個の餃子を果たして何分で食べれるのかっていうのをかける2で200個やります。で、僕一人じゃないんですよ。僕一人じゃなくて、もちろん今見られてるチャンネル、サムライティングなんで、そう、サムライのメンバー4人対僕一人で、200個、どっちが早く食べきれるのっていうゲームをやりたいと思います。今回はね、ガチのフードバトルでございますよ、サムライティング。男4対1でガチやりますから、ありそうでなかった感じがしますですよね。うん、その共闘じゃん、そっちのチームって言ったら、小川、小渕、吉高、健介対僕っていう。でね、もっと言うとね、もうサムライディングはスタッフさんの愛情がなくなって、もうなんなら今日小川と健介しか来ないと思ったら、ちゃんと小渕さんと吉田さんが来てるっていうね、いう感じで、ちょっとなんか、ね、俺的にはね、ちょっと愛を感じたよ。それぐらい最近サムライの愛に飢えてるから頼むよ。でも俺は知ってるんですよ。あのね、あの二人っていうのはね、サムライティングじゃなくてね、実はね、ゾウさん一人でできるもんチームだからね、来る。まあ二人婚になっててね、こんなこと言われても、いや、だから何ですかって言うと思うんだけど、サムライよりにちょっと引き寄せだから俺ちょっと、今日忖度しながら勝負をしてささの、ちょっと、比重の方がサムライちょっとお願いしますっていう風にやろうかなと、ちょっと思ってはいるんですが、まあ、なんせね、男4対1、はい、やるときはガチでやりますが、ちょっとバラエティ要素も含まれるかもしれませんので、その辺もお楽しみいただければと思う。本日のサムライイーティングはここ池袋にございます博多劇場さんで、餃子100個チャレンジかける4でございます。目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。マックス鈴木は本当にハゲが治るのか。植毛は2回目果たして成功するのか。その結果はこの後わかります。そう、ここは新宿3丁目神話クリニック新宿 E。 果たしてマックス鈴木の頭皮の運命はいかに。神話クリニックへようこそ。え、これすぐ終わるぞ、これ。いいね、もう演者始まってますからね、振りは。こういうところから。これが終わる、これ。鉄なのかな、なんならこっち。でもさ、いい、鉄なのかな。あれ。僕のカメラ。最近プレゼントとか届くんですよ。なんで謎のテーマセットしたの15分とか意味のわかんない。あ、確かに15分で来るの。なんで俺15分にしたんだろう。意識高い人も確かに超えんだけどな。確かに俺15分にしてたわ。マジでもきつかったら来てね。全然こっち全然空いてるから。あ、でもカメラのあれはこいつが撮ってるんですよ。なんで自分は端に寄せないの。いや、2人の人だ。いや、上からでも行けるじゃん。こうやって行けばいいじゃん。ボロクソに言われる。やる前に文句をボロクソに言われるから、そこステンション下がってるもんね。ごめんね、ケスケ。ごめん、ちょっと黙るわ、俺。はい、だってそれが一番怖いんだよ。はい、強めっすよ。強めっす。
こちらも200チャレンジ。はい。20分でいいですか。あ、30分でいいです。30分で十分で十分で十分で大丈夫か本当に。はい、30分でじゃあ、はい、まあ、マジででも失敗したら罰金ですから、ね、大丈夫だよ、はい、60分は普通ですもんね。2倍で半分がちょうどいいと思います。確かに、はい、確かにそこそこですね。あ、ありがとうございます。はい、いいですか。はい、いきます。いただきます。開始。こんな感じで始まるんだ。俺びっくりした。これ、あ、うまい。え、なんか全然ガチですね。皆さん、わかっ、これ攻略を見つけた。そこ熱いじゃないですか。これここにベロに乗っけなければ、これいきますね。これ。めっちゃ受けてる、めっちゃ受けてる。え、マジで。これ選ぶ勇気だろうな。うまい。なんかみんなリアクションとかガンガン撮るのかと思ったら、こんなのテレ東の屋上と一緒じゃねえかよ。ちなみに負けたらスカイダイビングって聞いてられる。だからなんか最近やたらなんか飛ぼう飛ぼうみたいなこと健介言ってんのか、あいつ。鈴木さんがだったら俺が全然使えないよ。どこにいるの。何今思いついたのそれ。あ、だってこれ15分で食えってことでしょ。俺うまっ。早い人だと何分ぐらい食べるんですか。ボールのタッパーが多分5分で食べて。タッコですか。タッコです。あ、多分これタッコです。ありがとうございます。僕の知ってる、はい、どういうこと。僕の、そうだ、一般の方で6分です。本当か、はい、6分、はい、今博多の記録で6分です。博多の女性、博多の多分ほとんどの博多劇場での記録は一般の方が6分、7分いけるぐらいです。ちょっと頑張んねえぞ、ありがとうございます。みんな全然マジなんだな。侍ってガオイアムマジなんだね。マジすいません。生ビールください。
本当に、はい、あいつマジ舐めてんな、本当に。2つ目、はい、嘘だろ、マジで。
好物が多いですね。吉高さん、なんておっしゃいました？生ビールあくださいと。その次は、その次2つ目あ、それで最後、あなた何言いました？え、何て言いました？何て言った？え、なんか言った？いや、あなたが一番ガチ感出てんじゃんって俺、散々開幕で味とか厚さのリアクションとかしたのに全部フルシカトでバーみたいな、なんかこう、課せられた、何かに課せられた人たちみたいな感じで、いや、なんかここに見えない壁ありますみたいな雰囲気でさ、黙食みたいになってたけどさ、俺散々振ったよねそれであれですか、自分たちが終わって心の余裕ができたらあれですか、俺の板振りですか、おかしいでしょこれ。なんか、全部ないし、負けてるんですよ結果負けたし。何分だったんですか？21分素晴らしい。よかったです。
すみません、僕らも思ったより食べれちゃったんで、なんかすみません、エンタメの件とかガチがあったから全部踏まえて、なんかあ、分かる、これが最近の侍のやり方ですか。いや、これ助けてやったわ。罰ゲームが一応オープニングで言ったやろ、これ聞いてないですよ、前。お前ふざけんじゃねえぞ、何も言ってねえ、バンジーのバの字も言ってねえよな。でこれちょっとじゃあ今回は塩ゼロ杯として、じゃあマギカウント3だったらなんか決めましょうよ。いやお前なんか当たり前のようにさ、バンジーを前提にして話すのやめてもらっていいですか。俺高所恐怖症なんですよ、本当に。してます、ね、忘年会で。あ、そうだ、鈴木さんが言った絶対これから有益企画をやるっていう企画でバンジー入ってます。コーチが提案してますね。バチやりたいこれだって誰得案件じゃん、そうなると。そうっすじゃないそうっすって。でも歯医者に口なしですから、はい、今回はもう何も言いません。全体よりは食べようということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、マジでおやつ、はい、はい、この時もよっしゃー。じゃあ、最後頼む、最後頼む、はい、今この状態の中心だと、センターを決めてる、いつも決めてる、いつもにチェ、いつもにチェ、じゃあ、動作パクパク表示できるようになりました。ふざけんじゃねえよ、お前。やろう、やろう。でも、これで関連動画で引き上がってくれたら嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。